マッチ棒パズル。正しい等式を成立させる脳トレが全部で5問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は8-6=2となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は6-1=5となり、正しい式になりました。第3問、1本動かして正しい式にしてください。正解は4+5=9となり、正しい式になりました。第4問、1本動かして正しい式にしてください。
正解は5+3=6=2となり、正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は6×2=8+4となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。